小鍋に水を入れて沸かします。玉ねぎを入れて2分ほど玉ねぎの甘みが出るまで煮込みます。玉ねぎの甘さが出てきたらキャベツと塩鮭を入れて火を通します。鮭に火が通ったら酒、本だし、味噌で味付けをします。調味料を全部入れて混ぜ合わせたら、あとはスープジャーに移してバターをのせてブラックペッパーを振って完成です。バターのまろやかさとブラックペッパーの香ばしさがとても味噌によく合います。ぜひお試しください。